皆さん本日はお越しいただきありがとうございます。えー、永瀬亮を演じました。横浜流星です、えー、短い時間ですがよろしくお願いします。あとまふみとさらさんがまあすごく大事なシーンを撮っていて、まあ僕はその僕も撮影があったので、ちょっと待っていてで。まあ急遽ワンシーン追加っていうか、ワンシーン追加するからっていうことで、まをちょっと嬉しいなと思って。現場に行って。 でまあ、現場に入って、まあ、監督に、まあ、そのままそここに何押,し押しかけてきてこの二人に向かってゴミ,箱ゴミ箱を投げろみたいなインスをつけられたんで結構攻めるなと思って、えー、でもちょっと嬉しいんで追加されるってことは嬉しいんでよしと思って意気込んで段取りをやったら。 ゴミ箱の中にプレゼントが入っていて嬉しいんだけどワンシーン追加っていうのはないんだっていうちょっと残念な気持ちもあってなんだか不思議な気持ちになりましたねでも嬉しいですよもちろん、はい、だっからそこにはだから広瀬すずさんと松坂桃李さんも見てたわけですもんね、はいはい、どうだったんですかお二人はそれ知ってたわけですよねそうですね、はい、あのそういう段取りにしますっていうことを聞いていてで、はい でもやっぱそのサプライズもなんかそのなんていうんですか例えばだけどなんかこうふわっとこう入ってきて「パーンおめでとう」とかだったら分かるんですけど激昂して入ってこなきゃいけない,いう, <laughs> そうです,そうです <laughs> この激昂の流れの中でパッと開けてプレゼント入ってる「俺今日誕生日だ」あそういうことかっていうこのなんていうんですかね怒りからの喜びに行くまでの。 ストロークっていうものが凄まじかったなと思います。<laughs> そこは、はい。はい。でももう本当に不思議な気持ちです。不思議な気持ちだよね。はい、ねいやいや戸惑いというか、はい、戸惑いの後に喜びなんですけど <laughs>、はい。喜びもありました。<laughs> いはい。広瀬すずさんもね、そのだから表情変わった瞬間見てるんですよね。うん、そうです。しかも監督の前でこう嘘をつく演技なんかしちゃいけないみたいな <laughs> やっぱ脳にもなってるので。うそう、ね みたいいな奥ですごいやってて、私とトーりさんこう向かい合ってたのが何、ね、かでもう私はなんかすっごいきっと無駄な集中力になるんだろうな <laughs> ってちょっと思いながら <laughs> でもこんな機会はないと思って本当に笑いをこられることに必死になって、うんうん、その子ふわってなってく時もなんかこうかすごい体勢だったんです。 <laughs> なんかこう聞いたことのないような音を出されてて、もうすごい私は壺にハマってしまいました。<laughs> そうなんですね。え、何もらったんですか。おあのバカラのグラスを。あ、原作で出てくる。そうですお<ー>、はい。それをいただいたので、はい、それにお酒入れて飲んでます。あら。あら、いいですね。はい